はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル初心者の館ということで、今回からですね、そのパワプロのサクスペをね、始めたばっかりだよという初心者の方に向けた動画のねシリーズを作っていこうと思います。サクスペをね、本当に最初からやっていきます。で、これね最初からやっていくって言うんですけれども、いつ始めたかによってもだいぶ環境が変わってきてしまいますので、一応2019年、今日ですね10月の29日スタートということで、ここら辺から始めた人が、どういう風にね、立ち回っていけば、ある程度上の方にね、登っていけるのかという過程をちょっとやっていきたいと思います。で、今回は完全無課金で、スタートしていきます。じゃあ始めていきましょう。フルプレイ級で、現在ですね、いわゆるチュートリアルが終わったところになります。で、10月の29から始めてるんで、今イベントとしては、ガンダーのおやつとか、ハロウィンスペシャルのガチャとかが来ているんですけれども、完全無課金でやってるんで、ガチャもねここぞという時にしか、引きませんというところですね。で、まず一番最初に何をするのかというと、やっぱりこのパワチャレですね。パワチャレのメンツを揃えていくということが、重要になります。で、一番最初は、マイチームを見てみると、そのチャレ何号みたいな感じで、チャレ1号からこれ何号までいるの28号、チャレ28号か、チャレ28号までいるんで、こいつらを全部あのサクセスで作ったキャラに変えていくというところから、スタートしていきます。で、もちろん強いキャラをね作っていく上では、そのイベキャラの方もね、強いキャラがいないと作れないんですけど、その入れ替えをしていく上で、最初のウェルカムチャレンジというのがありますので、まずはこのウェルカムチャレンジを達成して、SR 選択権、選抜キャラ SR 選択権を、ゲットしましょうというところから、始めていきたいと思います。で、基本的には、アイテム持ち込んで、あとサクセスで、各ポジションを、1人ずつ、各ポジションまではいかないのか、外野とか1人で良さそうなんで、内野も1人で良さそうですね。ここら辺のことをやって、まずはこの選択権を手に入れて、そもそもこの選択権誰が選べるのかもよくわかんないので、ちょっとこれを、ゲットするところから始めていきたいと思います。で、あとはなんかその初心者の、今から始めた人たち用のために、1日1回その特殊なログインボーナスもあるみたいなので、これが一応30日続くのかな。ウェルカムログインボーナスということで表示されてますので、3日目とかにはね SR のチケットももらえたりしますので、まずはねその30日頑張って毎日ログインしましょうというところから始めていければと思います。そんなわけで、まずはチャレンジの方ですね。このウェルカムチャレンジの SR 選択権を手に入れていきたいと思います。で、一番最初はですね、適当で本当にいいと思います。イベントキャラも揃ってないんで、最初にいるキャラですね、あつ森は一番最初にもらえて、で、今ハロウィン期間なんで、ログインするだけでレイがもらえるんで、当主で来てます。で、最初のマモル君も一番最初のガチャで手に入れて、スバルとかは一番最初からいて、小筆も最初からいるんで、適当に、当主で来てます。で、助っ人キャラは、シンがいました。これあれだね、なんか自分のランクが低いと同じようなランクの人しか出てこないような感じなので、基本的に、イベントデッキで借りるキャラは、変化球となんかもう一つ得意練習を持っているキャラだといいと思います。虹谷とかね本来連れてきたかったんだけど、パワコーだと虹谷が使えないんで、ちょっと虹谷連れてきたい人は別の高校でやっていけばいいと思います。で、最初は本当にさっきの、チケット目的なんで、もう何も考えないで、ただやってみようという感じで、やっていけばいいと思いますので、で、なんか知んないけど、不眠症とセンス丸を持ってますので、
まあ、やっていきましょう。でサクセスの細かい中身についてはまたね、あの別のところで解説していきたいと思いますので、今回は、まあ、パワコーで、まあ、まずは投手サクッとやっていきます。というわけで1人目が出来上がりまして、まあ、最初なんてこんなもんでしょうということで、投手ができましたと。でこの調子であとは捕手、内野手、外野手を作っていきたいと思います。じゃあ野手の方を作っていきたいと思います。一応エビル高校で来てみました。ただもう自前のね、手札がしょぼすぎるんで、まあ、いかにエビルといえどどこまで経験点出せるかわかんないですけど、まあ、Rガチャチケットとか手に入れたらねどんどん引いていっていいと思います。ちなみに自分はブが引きましたいらないっちゃいらないけど、まあ、ちょっとこれでやってみましょう。まあこんなもんでしょうということで、まあ、ただエビルはやっぱり強いね。ちなみにこれ甲子園出場してないんで普通に決勝で負けたんで、まあ、もうちょっと、伸ばせることはできるかな。 A ランクうまくいけばなんか初期でも S ランクくらいまではなんか作れそうな気はします。まあこんな感じで、2人目ができましたので、また野手ですね、外野とあと捕手を作っていきます。というわけで3人目も、完了ですと。やっぱりエビルは強いね。金属とかなしでも一応 S はやっぱり超えるのかということで、経験点もね6000超えたんで、もう初期メンツで経験点6000超えて、まあ、S2 とかがね作れるんで、やっぱり野手はねエビルが強いですね。でまあ最初の仕込みが終わったらやっぱり基本的にはまあエビルで、また選手を変えていくっていうのが、まあ、いいと思いますので、じゃあ捕手の方も、最後作っていきたいと思います。あこんな感じね。でですね、先ほどエビル6000点超えたので PR 選択権をゲットしました。でこれはもう使っていきましょう。でまあ誰を引くかというと、まあ、闇野も優秀だし大田くんもコツがいいし、でレイリーは得意練習2種類持ってるんで、まあ、一応最優先キャラとしてはやっぱエビルはね野手が作りやすいので、大田くんかレイリーのどちらかでいいと思います。で大田くんはコツがいい、マジでパワーヒット広角打法持ってるん でレイリーは得意練習2種類持ってると。で両方ともエビル特攻キャラなんで、まあ、どっちがいいかな。役割的には大田くんバウンサーなんで欲しいは欲しいんだよね。コツがいいからね、悩むけど、ちょっと今回はコツ重視で大田くんを取っていきますか。ちょっと大田くんを取ります。で PR の大田くんを手に入れましたので、これは、レベル25まで、 PR はレベルをね25まで上げられるんで、もうそのままちょっと上げていっちゃいましょう。で強化で、これが全てだからね、これが全てみんなレベル1だからで大田くん一応強化素材は、まあ、あるにはあるんで、プラチナ1個ぶっ込むと19かで22 23 24、でこれで25か。ちょっともうほぼほぼゲドウ君使っちゃうけど、で PR のレベルを25にすることによってコツイベボーナス2が入るんで、コツレベルボーナス2か。これで大田くんが持っているコツ、パワーヒッター広角打法、ハイボールヒッター、悪球打ち、アウトコース、これが全部コツで3で手に入りますね。一応これが目的だと。25になるとね、やっぱり基本的には PR を、まあ、最初はね使っていけばいいと思います。イベントボーナスも 20% 上がるんで、まあ、まずはちょっとエビルで使いやすい PR を揃えていきましょうというのが、当面の目標になります。まあ、それをね、チャレ1号からちょっと変えつつ、まあ、徐々に、イベントキャラクターを揃えていくという作業を、まあ、やっていますと。じゃああとは捕手になりますので、キャッチャーを作っていきたいと思います。はい、というわけで4人目完成ですと。この選手全然うまくいかなかったね。全然うまくいかなかったけど、
まあ別にしょうがないっしょというところで、で一応これで、全部作り終えましたので、まあ、あとはチケットを回収したいと思います。じゃあこの選抜キャラ SR 選択権、もう使っていきたいと思います。てか誰が出んのこれ。出現イベキャラ見てみますか。まもるくん、あおいちゃん、みずきちゃん、ひじりちゃん、ぐっさん、田中山くん、滝本、あーなるほど、ここら辺のキャラか。いやー微妙は微妙だね。誰がいいかな。これで見ながらいきますか。どうする。投手作るんだったら葵ちゃんとか悪くないよね。まあ、変化球キャラだからね、変化球キャラを1枚持っておくっていうのはありだと思います。あとどうだろうな、犬木がね結構使いやすい、スナイパーキャラだから。役割が重要な高校ではスナイパー結構貴重なんで、まあ犬木はありですね。だから投手だったらまあ葵ちゃんか犬木で、その次に天城、まあ、牙あたりかな、一応自分のあれでは。で野手だったらそうだね、まあ最初は骨目的で滝本か、まあ、田中山くんのどっちかかねがいいんじゃないかなと思います。これはまあなかなか難しいところだね。すごい強キャラがいるってわけではないんで、まあ、まずどっちを揃えたいかっていうところっすね。まあ、ピッチャー、これは悩むね。葵ちゃん取っていこうかな。やっぱり変化球キャラは重要なんで、最初の方はそうですね、まあ、マリンボールも覚えられるし、ちょっとここは俺は葵ちゃんでいきますということで、葵ちゃんを獲得していきます。OK ですと。で一応今のところの手持ちが図鑑じゃないよ、まあ、こんなところになってるんで、まあ、まずはちょっと大田くんを使ってエビルをやって野手を揃えていこうかなと思います。でチケット関係は、まあ、基本的にどんどん使っていっちゃっていいと思うんだよね。まずキャラを揃えていく。であとその通常のガチャを引くときっていくつ必要なんだっけ、まあ、ノーマルガチャ結構必要だね。1人200かかるから、まあ、ガチャポイント舐めて彼女キャラ揃えて天空中央をやっていくっていうのも、まあ、ありだとは思うんで、まあ、ちょっとどういう方向で最初ね、こう少ない中でやりくりしていけばいいのかっていうのを、まあ、ちょっと考えてまた次回、第2回目をやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。まあその他ね、いろいろ質問事項等がありましたら、まあ、コメントくださったり、今こういう手持ちがあるんですけれどもどういう編成がいいですかみたいなのもありましたらいただければ、まあ、それでサクセスの方、やっていこうと思いますので、まあ、ちょっとね今回から初心者の方に向けて、まあ、なるべくね、同じような状況で、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひねチャンネル登録の方も、よろしくお願いいたします。